has just a little samba built upon a single note. Other notes about a follow, but the root is still that note. Now that new one is the consequence of the one we've just been through. Other bottom be the inevitable consequence of you. There's so many people can talk and talk and talk and just nothing and really nothing. I have a stuff for the skull, I know what it is, and I come to nothing and really nothing. So while I come back to my first note, I then must come back to you. I will point to the one note, all that love I feel for you. And it won't move on, oh sure, if my voice is ready to. He will find himself with no show, but I play.皆様こんばんは。来てくださってありがとう。ここまで完璧です。全てが想定通りになっております。今日は幸先がいいみたいですね。それでは待機からいてくださった皆様、ちょっと名前見させていただこうと思います。広島県広島市からライブ配信楽しみに待ってます。ミニカさんありがとう。そして生麺さんいつもありがとうございます。今日もね素敵にツイートしてくださってポストありがとうございます。そして黒猫さん今日も来てくれてありがとう。アドルさんもねいつも早くから待機してくれてありがとう。リク様待機ありがとう。そしてあらピヨットさん、ハロー。あなたはまた深夜に起きてるわね。朝の3時57、やばやばい。3時57分ってもう4時ですか。やばいじゃないですか。あなたの睡眠時間が心配です。なんか上手にねいい感じに眠りにつけたらいいんですけど、私の配信でリラックスしてちゃんと眠れたらいいな。絶叫系リスナーりょんりょんさん大気ありがとう。りょんりょんさんもいつもねツイートしてくれてありがとう。ポストだね、ポストありがとう。このサバシロデュエットっていうのは私でございます。私のサブアカでモニターをしています。そしてダウンさん、今日はドライブマイバイク、いつもお疲れ様、気をつけてね。潜りかしこまりです。安全ご移動でね。そしてカズコさんこんばんは、いつも来てくれてありがとう。マサピーさんおかえりなさい。サカキさんこんばんは、いつもありがとう。ハクビさんもこんばんは。ハロー、パーフェクト。起きてたのか寝てて起きたのか大丈夫なんだかめっちゃ心配だね。ナナヨさん
七重さん、あの朝っていうか昼っていうか、あの K さんの枠でもね、あの いらしてて、ちょっとなんか私手が込んでて全然皆さんにご挨拶できなかったんですけど、お疲れ様です。来てくれてありがとう、七代さん。皆さん今来てらっしゃるあの七代さん、この方すっごい素敵な美女なんですけど、なんと歌とサックスの配信をされてます。まだあの YouTube の方では配信ではなくて、あのショートとかね、きっと動画とかをアップしていらっしゃるんですが、カラーシングというアプリで、あの朝早朝ですね、配信されてます。ちょっとサバシロー枠は夜だから、もしかしたらね、もうあのお支度して寝なくちゃいけないかもしれないですが、寝る前に少しお邪魔しますね。そうですよね、朝がだから本当にあの漁師さんのように朝が早い方だから夜枠来ていただけて恐縮です。ありがとう。今夜も大衆居酒屋化します。全物質界の皆様すごいねマサピーさんの世界観が雄大で素敵です。カラクリさん、タンレカラクリさん、こんばんは。皆さんありがとう。あかりさん、こんばんは。そしてみゆいさん、こんばんは。今日も来てくれてありがとう。大衆居酒屋というあの心で飲んでいただく方もいらっしゃるし、ジャズバーと思ってくださる方もいるかも。生めさん、いつもありがとう。皆さんこんばんは。高評価グッドボタンと、できれば共有もしていただけると、エルちゃんがどうやります。うん、ありがとうありがとうございます。生めさん、サバシロの分身なのでしょうか。すごい、いつも私がもう配信始まったら真っ先に言わなくちゃいけないことを私にこうやってスーパーチャットをくださって書いてくれる、ありがとう。3時起き大変だね、七代さん。さ、それではここでピアノに BGM を切り替えました。フランスでね、作曲の勉強をしていらっしゃるものすごく優秀なあのピアノ弾きさん、とっても素晴らしい方です。早田さんというピアニストさんの、なんか BGM にどうぞというふうにね、ウェブ上で開放されていらした音源を使わせてもらっております。アニメが可愛くて素敵、嬉しい。そうなの、そろそろ10日ぐらいになるかな、どのぐらいになるかな、もうちょっとかな、あ、全然もっとですね24か5ぐらいですね。3月24か5にこの猫ちゃんに変わりました。この猫ちゃんはあのイラストレーターでデザイナーのオボットさんという方が作ってくださいました。何気にこのオボットさんのこの猫ちゃんを作るためのラフ画がね、またこれまたすごい可愛かったんですけど、それがあまりにも可愛くて素敵だから、ラフ画のままでちょっとあの私のアイコンに使わせてほしいってお願いして、今実はですね、Twitter X とそれからこの YouTube のアイコンになっております。オボットさんはね、とっても素晴らしいアーティストの方だよ。お、いらっしゃいませ、桜木町さんワンノートサンバリクエスト、あら来てくれてありがとう、お久しぶり。突然たまにこうやってお顔見せてくれるんだね、ありがとう。元気だっていうことが分かってよかった。あ、七代さんも投票してくださったの、恐縮です、ありがとう。そしてスミッチさん、こんばんは。そしてハングルの方が、ね、来てくださってますね。アンニョンハセヨ、来てくれてありがとう。サバシロの分身至る所にいるんだ。そうか、じゃあ私なんかフラフラ歩いてると
いろんな人と統合してるんだろうか。ひょいんってポチリ高評価しました。ありがとうございます。和子さん、前の猫ちゃんより、そうなの、動きがね少し細かくなりましたよ。そしてトラブルが少なくなった気がする。あ、生麺さんありがとう。リクエストするときはハートマーク、赤いハートプラス曲名でお願いします。これね、あの一昨日くらいからね、皆さんに実はお願いをしていてですね。そうなんです、ご協力もしいただけたらとっても助かります。ナナメンさんありがとう。このような大切な、私にとって大切なお知らせをスーパーチャットで出してくれてありがとう。これ固定してもいいかな。これあ、固定できないんだ、さすがに。これ固定で貼りたかった。ナイスパすぎる、ありがとう。自分で書かなきゃダメだね。ちょっと書きますね。乱の音サンバとルリーノの地球。あ、桜木町さんもありがとう。ちゃんと書き直してくれたね、ありがとう。トラブルないけど、昨日モデラーのフリーズでエルちゃん奇跡的にドヤ顔披露 してました。それがね、私ちょっとね、画面がいっぱいいっぱいすぎて、なんか全然あの顔が見れてなかったんです。そうだったんだね、それでどうやってたんだ。そろそろ概要欄入れましょうよ。あ、あれ、私概要欄入れてなかったっけ。やば、概要欄入れてなかった。ちょっと一旦ここに書いてですね、ここに書いて、それを固定した上でさらに概要欄に書きますね。じゃあちょっとその作業している間に一曲あのリクエストにお答えする前で申し訳ないんですけど、ちょっと聞いてもらっていようかな。ごめんなさい。松田聖子のいちご畑で捕まえて。
はい、いちご畑で捕まえて、まさかの一曲終わるまでに作業が終わらないというね、ひどいですね。どうしてこんなに仕事が遅いんでしょう。ひどい。あと貼るだけなんです。本当だ、書いてない。ひどい、ひどすぎる。ペースト、保存、よし。さあ、できたんじゃないでしょうか。一旦ちょっとモニターしてるやつを出てからもう一回入ってみて、こうして説明欄、あ、反映されてます。よし、完璧です。皆さん、パチパチキラキラありがとうございます。お、ワンノートからのムーンライトセレナーデ、皆さんありがとう。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、まずはワンノートサンバ、そしてルリーロの地球、それからムーンライトセレナーデ、そして、あ、ミニカさん、ありがとう。あの、書いてくれましたよね。あの、なんか、どこかにコメント欄にこれ、書いてくださいましたね。アースの。あ、セプテンバー？なんかファンタジーって書いてなかった？あれ違ったっけ？違う、あれ違う人かな？ごめんなさい。セプテンバー、かしこまり。愛してこうして、のろまなそばしろ。私が早いのはご飯食べる速度だけ。足も遅いです。50メートルに10秒はかかりますね。多分もう今の年だったら15秒かかるんじゃないだろうか。一番身が軽かった小6ぐらいの頃にね、クラスで下から数えた方がいいぐらい足が遅かったですね。でもご飯を食べるのはすごく早いです。よく噛んでるんだろうか、大丈夫かっていう感じですね。はい、それではこのハートをつけていただく機能を駆使してですね、今日はサクサクと皆さんがくださったリクエストにお答えしてまいろうと思います。まずはワンノートサンバ、一曲目ワンノートサンバ私歌えるかな。ちょっと待って、お茶飲ましてね、失礼します。はい、それではお送りしたいと思います。思いますって言ってからが長い。本当に思うんです。ワンですからオーで始まりますね。ワンノートサンバ、お送りします。This is just a little samba I built upon a single note. I don't know to down it follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one we've just been through. Out of vanity, unavoidable consequence of you. There's so many people can talking, just say nothing, and nearly nothing. I have a step on the scale, and no one up there, and I come to nothing, and nearly nothing. So I'll come back to my first note, I must come back to you.I will point to the one note, all the love I feel for you. And if one for one, how sure I'm about to run it all. He will find himself, it's no show, but I play that note, you know. This is just a little samba, built upon a single note. I don't know about it, follow, but
world is still unknown. Now there's new one left because the first of the one we've just been through. All the bottom be the unavoidable consequence of you. There's so many people I can talk and talk and talk and just say nothing. I need nothing. I was the father can let them understand and come to nothing. I need nothing. So I'll come back to my first note. I must come back to you. I will go into no one knows all the love I feel for you. And if one for one, how sure I'm of a sovereign at all. He will find himself, there's no show, but I play that note, you know. But it may, but it may, la 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 la. から結まずいてしまいました、あら桜木町さんが、あ失礼しました、桜木さんが書いてくれました。これをね、これをいつリクエストいただいてもちゃんと言えるように、もういつも練習しておかなくちゃいけないんですけどね。そうそう、これサンバなんですよ。なんかこのバッキングを作ってるあのソフトのバンドイヤーボックスにちゃんとボサノバとサンバとね別途作れるようになっていて、でサンバの方が速いテンポに対応できるようになってます。ボサノバでもある程度できるんですけど、あと例えばスイングとラテンをなんか一曲で両方使いたいみたいな時にスイング&ラテンみたいなことも選ぶことができます。これ得意じゃん。なんでやっぱ歌い始めたばっかりだからあれですね、口がまだ回ってない。でもじゃあ時間が経ったら大丈夫のかっていうと、今度集中力とあと血糖値とかいろんなことがダメになってきてパフォーマンスが落ちるとまた今度言えなくなるっていうことがあります。そうなの、ミックスできるのすごいね、助かるんですよ。なんかジャズスタンダードってもちろん誰でもどういう風に演奏してもいいんですけど、この曲ってこういう風に結構やるよねってみんなやりたいよねみたいのがあって、それのよくあるやつが例えばコール・ポーターの曲とかワンコーラスがすごい長いやつですね、白玉が多くてワンコーラス長いみたいな曲とか、あとはなんかもうそうですね、なんかこう派手派手しく元気にこう盛り上げる曲みたいなやつ、そしてエキゾチックな感じの曲とか、そういうのにスイングだけじゃなくてラテンの部分が欲しいみたいな、全体がラテンでサビだけスイングみたいな、よくあるんですよね。だからね、それができないとね、ってなっちゃうんですよ。逆にできないのってなっちゃうんですよね。なんかほらチェニジアとかもそうですし、あとキャラバンとかもそうですね。あ、キャラバン また作るの忘れちゃってるな。あとはまあ本当にあれです、コール・ポーターの一曲が長いやつ
はなんかやっぱりこう皆さんが飽きないようにこう途中でリズムを変えるっていうのをねやることが多いですね。なんかそれがあまりにもみんなこの曲はこうだよねっていうのが結構あるのが、なんかそれぞれ自由にやることがあのジャズのいいとこなのに、なんでみんなそれやるんみたいにあの思われるかもしれないんですけど、多分なんですけど、それをやってすごくヒットしたバージョンがあるんでしょうね。でそれをその影響力が強くって、まあ、それを聞いて覚えた人とか、それを聞いて演奏したいなって思う人が同じアレンジでやりたくてやるんでしょうね。あ、That's Life ね、That's Life。That's Life ね、どうしよう。うん、わかった。 That's Life、 あのまだちゃんとできないんですけどやります。それでは、そうそう、七代さんもあのやっぱりサックス奏者の方ってすごくね、そういうことね特に意識されますよね。すごい難易度なのは聞いてるだけでもわかる。あの本来は難易度高いくて、しかもテンポの設定も早いんですけど、サバシロはね実はもうなんか20年以上歌ってんのに間違えるのかいっていう、そういう感じなんでございます。あ、ブルームーン言ってくれてる、リクさん頑張って、ありがとう、頑張れ、ありがとう。あ、ピアノに置き換えよう。あ、生めんさんありがとう。ワンノート、ルリリの地球、モンライト、セレナーデ、柳原ゆかさんのね、ピアノで。そしてセプテンバー、ありがとうございます、感謝です。あ、ベースマンさんがいらしてる、石川さんこんばんは。ちょっと待ってね、ルリードの地球はインターネットのですね、YouTube のエンタメライズさんという素晴らしいバッキングアカウント、バッキングコンテンツは日本のポップナンバーをたくさん作ってくれているエンタメライズさんにお借りします。はい、それではお送りしたいと思います。ガイドメロディーなし、オフボーカル、よし。デラリースのザッツライフは絶品、サバシロのザッツライフはですね、ちょっと片耳くらいで聞いておいてくださいね。ルリードの地球、松田聖子さんの曲をお送りします。夜明けの来ない夜はないさ、あなたがぽつり言う。灯台の辰岬で暗い海を見ていた。悩んだ日も悪悲しみにくじけそうな時も、あなたがそこにいたから生きてこられた。
東水平線から光の矢を放ち、二人を包んでゆくの瑠璃色の地球。瞬間の涙を世界中の人たちにそっと分けてあげたい。争って傷つけあったり、人は弱いものね。だけど愛する力もきっとあるはず。ガラスの海の向こうには広がりゆく銀河、地球という名の旅人。一つしかない私たちの星を守りたい。朝日が水平線から光の矢を放ち、二人を包んでゆくの瑠璃色の地球、瑠璃色の地球。瑠璃色の地球お送りしました。あら、自然と涙が出てくる。ありがとう。ビジカンちゃんいらっしゃい、こんばんは。皆さんパチパチキラキラありがとうございます。地球いっぱい出してくれてるね、ありがとう。あら、桜木千代さんありがとう。サバ先生のルリードの地球大好きですよ。寂しい時に聞きたくなる。ありがとう、ポチポチ。寂しい時はぜひぜひルリードの地球とだけと言わず、サバシロアーカイブがとてつもない量上がってありますので、毎日全部残してます。そして毎日配信してるんですよ。私毎日とか気が狂ってるんですかって感じだよね。でも毎日配信しようって決めてやっております。皆さんありがとう。それでは続きまして、ムーンライトセレナーでお送りしたいと思います。生メズありがとう。お、なるほど、これがリクエストまとめだよっていうのを緑のハートで出してくれてる。ありがとう。抹茶チョコレートみたい、美味しそう。あ、七夜さんおやすみなさい。来てくれてありがとう。ぐっすり眠ってくださいね。ありがとうね。努力家だよね。そう？どうかな？ありがとう。
You and Night and the Music、 かしこまり。努力家だったらもうあれだね、本当にいつ言ってもらってもちゃんとできなくちゃダメだね。なんかでもやろう、やらなきゃって思っていることがいっぱいありすぎていつも あっちに手をつけ、こっちに手をつけ、あーってなってるんですよ。一つもきちんとできないっていう、そういうお子さんも世の中結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。そういう子供のまま大人になった上、年を取ってしまいました。それがそばしろ。そして柳原由香さんの美しいピアノ演奏、ね、ちょっとちょっとしたオケの後に柳原さんのバッキングをかけると、なんて美しいんでしょうって思ってしまいます。それではお送りいたします。Of moonlight, I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight surrounds.The stars all aglow, and tonight how the light set me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring youAnd sing you a moonlight serenade. Let us stray to break of day and love's valley of dreams. Just you and I, a summer sky.Heavenly breeze, kissing the trees. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song.In the moonlight, a love song, my darling, a moonlight serenade. Sing you a song in the moonlight.
A love song, my darling, a moonlight serenade. ムーンライトセレナーでお送りいたしました。あら素敵でした。ブラボー、ありがとう、ね、黒猫さんもね大好きな曲ですよね。来てくれてありがとう。あ、ギリ計画さんいらっしゃい、黒豚さんもいらっしゃい。眠れない夜にシナトラのムーンライトセレナーでよく聴いてる。いやシナトラバージョンも本当に素敵です。あとバーモントの月もすごい大好きですね、シナトラ。なんかシナトラの特徴的なこうフレージングのつなげ方みたいのがすごくかっこいい曲なんですよね。あら桜木町さん、今日すごいたくさんくださってありがとう。 Thank you for your super chat、 ありがとう。皆さんパチパチキラキラありがとうございます。あ、スミッチさん、私お呼びしてなかったですね。スミッチさんいらっしゃい。あら今日も美しいお声でありがとう。あ、THE さんこんにちは。なんてお呼びしたらいいんだろう。ザって思っちゃうねなんだろう。 THE さん、お魚いっぱい出してくれてる。サバシロだから。皆さんパチパチキラキラありがとう。あ、どうやってた？どうやって、かわいかったですか？どうやってた？またちょっと変になってたのかな？わかんなかった。やば。ちょっとやっぱり調子悪いのかな、猫ちゃん。でもそんなに私、カメラから外れてないはずなのにな。なんだろう、私が見てる時は猫ちゃんねおとなしいんですよいい子にしてるんですよ。私が歌ってる時変ななっちゃうんだね。ってことはやっぱり動きが大きくてカメラから外れちゃってるってことかな。あ、本当だ、かわいい。和子さんが耳で羽ばたいてる絵文字がめっちゃかわいい。かわいい。あなたと夜と音楽との前にセプテンバー、そしてブルームーン、ザッツライフ。そっか、ブルームーンもいただいてた。すごい、ありがとうございます。なんかすっかり頼ってしまっている生目さん、どうもありがとう。あら、ロムの方も遠慮なくハートをつけてリクエストしてくださいね。左下の方のもっと見るからリストあります。ありがとう。生目さんもいっぱいギフトくださって本当にありがとうございます。Thank you for your super chat。 そしてスーパーチャットでなんか私が皆さんにお伝えしなくてはいけない大切なお知らせをこんな風に書いてくれる。素敵。ちょっとセプテンバーをね今からセッティングいたします。ちょっとお待ちくださいね。ちょっと待ってね。はい、ありました。アース、ウィンド、アンド、ファイヤー。なんかこれってアース&ウィンドだっけとか、アース、ウィンド&、
ってなりません？アースウィンドアンドファイヤーですからね。はい、セプテンバーお送りしたいと思います。21st night of September, love a change in the mind, a pretender, while chasing the cloud away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing, as we danced in the night, remember how the stars stole the night away.My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue token love, remember how we know love was here to stay. Now December, but our love was shared in September. Only blue token love, remember the true love we shared todayThe bells were ringing, our souls were singing. Do you remember? Never the morning day. There was a party, say do you remember? Party, dancing in September. Party, never was a quality day. There was aテンバお送りしました。またやってしまった。マイ、あの歌が始まる直前にマイクを振ったまま忘れてしまって始めてしまいました。皆さんパチパチありがとう。踊ってくれてるスミッチさん。あ、DD猫屋さん、いらっしゃい。来てくれてありがとう。皆さん、あ、え、千夏さんがいらしてた。千夏さん、こんばんは。来てくれてありがとう。サバシロの喉よ、耐えるのだ。なんかね、もうそろそろ、そろそろ枯れてきましたね。やばいかもしれません。
あ、影虎さん、こんにちは。来てくれてありがとう。クリスピーベーコンさんも、そしてマサピーさん。皆さんありがとう。時期的にリクエストしてみたり、トンネルズのオールナイトニッポンで使ってたのかな。あ、チェリーブロッサム、かしこまり。セプテンバーの次にブルームーン、ザッツライフ、あなたと夜と音楽と、そしてチェリーブロッサムかな。皆さんありがとう。なまめん、うん、です。イケメンは忘れてスナックナオコの方が好きかも。スナックサバシロより。でも私もしお店を持つことになったらきっとスナックサバシロにするな。なまめんさんはね、そうなんですよ、イケメンじゃなくて生麺ってお読みしていいんですよ。大衆居酒屋肉球、それもいいね、それもいいね。かわいい、ありがとう。 LJM さん、アニョハセヨ。だが断る。千夏さんもそっちの人でしたか。握手握手。皆さんめっちゃパチパチ。はい、それではブルームーンお送りしたいと思います。あ、そっか、ちょっと待ってくださいね。What in the world?
たられたれるんだろうるやなでれといたいど And then the suddenly appeared before me The only one my arms will ever hold I heard somebody whisper please adore meAnd when the little moon had turned to gold Blue moon Now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without love of my own You saw me standing alone without a dream in my heart Without a love of my own Blue Moon お送りいたしました。それでは続いてThat's Life, You and Nairenna Music お送りしたいと思います。パチパチありがとう、みなさんありがとう。めっちゃキラキラパチパチ。ソプラノのスキャット、あら、とてもよく星空に溶けるように聞く詩人だね、今日詩人だね。今日何かあったの？お酒が進みますか？ガラスのニューヨーク、あ、その曲ごめんなさい、わからない、すいません。お、クリスピーさん、クリスピーさんリクエスト大丈夫ですよ。何しろサバシロ配信が3時間もやってるんでまだまだ、19時から始まったから今1時間経ちましたね。あと2時間歌ってますから大丈夫ですね。ロハン先生のお名前を出す方もいらっしゃいますね。なかなか世代的に皆さん文化を共有していて嬉しいなっていう感じですね。あ、いらっしゃい、小顔さん、小顔ゆいさん、今日も来てくれてありがとう。天国に一番近い島できるかな、もしかしたらわかるかもしれないけどちょっと微妙ですね。和子さん、でも世代的にはその映画とかね、曲とか絶対聴いてるはずなんですけど、ちょっとどうかな。マイフェイバリットシングス、いけます。かしこまり。それでは That's Life もね、ちょっとチャレンジなんです、まだチャレンジなんですけどね、ちょっとやってみようと思います。前にちょっとね、やってみて、なんとなく雰囲気で歌ってしまいましたが、本日もまた雰囲気で歌ってしまうこと思います。一旦フェードアウトしてからの止めて戻してスタート、フランク・シナトラバージョン That's Life。That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April. You're down in May. But I know I'm gonna change that tune. When
back on top, back on top in June. I said that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream, but I don't let it, let it get me down. Cause despite all the world keeps spinning around, I've been a puppet, a pet, a puppet, a poet, a poem. I've been a bell and over it, and I know one thing each time I find myself out of my face. I pick myself up and get back in the race. That's life. I tell you, I can't deny it. I've thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, jump right in, a big bird, and then I'll hop. Been a puppet, been read a poet, pawn and king. I've been up and down and over and out, and I know one thing, it's time I find myself laying whole out of my face. So just pick myself up and get back in a race. Best life, best life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting off, but my heart won't bite. But if there's nothing shaking corners here to lie, I'm gonna roll myself up in a big ball and down my. はい、That's Life お送りしました。またまたちょっとサビが全然歌詞読みが追いつかずにだいぶ歌えなかったんですが、前回より少しマシになったかもしれません。今度こそちゃんと練習しておこうと思います。すいません。ちゃんと正しく歌われた場合の歌詞の訳を書いてくれましたね。まだね、ちょっと本当に全然やってないのでごめんなさいね。だいぶ私のバージョン情報量が減ってしまったかもしれません。前回より良かったよ、ありがとう。もともとさん、ありがとう。皆さんパチパチキラキラありがとう。質問、ジャズを歌う方、演歌も歌うのか。なんかカラオケ屋さんとかに行って、一緒に行った人に頼まれたら歌うということはありますね。なんだっけ、舟歌とか天城越えとか、あと津軽海峡冬景色とか、そういった曲はね、カラオケ屋さんに行くと歌ったりしますね。ちなずさん、ありがとう。休憩挟みつつ水分取ってください、ありがとう。喉のね、調子と見ながらねやりたいと思います。お、タッキーさんいらっしゃい、こんばんは。エインさん、猫シンギングジャズ Now that is entertainment、 ありがとう。 Thank you for your commentありがとう。キラヤマトさん、こんばんは、来てくれてありがとう。津波とな、誰かが津波を言ってくださったのかな。ガラスの入浴、
ガラスの入浴、なんだろうなんだろう、わからん。あくびさん、ありがとう。玉城さんの歌を聴きながら作業してると人生が豊かになる感じがします。マジかい、ありがとう。ハート、グッド、ポチポチ、ありがとうございます。 Thank you for your super chat、ありがとう。あ、桜木町さん、ありがとう。リクエストの続きをね、書いてくれたね、ありがとう。あ、千夏さんもありがとう。機会があれば津軽海峡冬景色聞きたい。ちょっとね、バッキングとかを探さないとあれですね。ちょっと待ってね。ニューヨーク、ニューヨークっていう曲あるのかな。ニューヨーク、ニューヨークとか、あとニューヨーク、オータムインニューヨークとかねは知ってますね。あとニューヨークステイトオブマインドも知ってますね。あなたと夜と音楽と、確かバッキング作ってた気がするな。ちょっと待ってね。 You だから一番最後、 You ありました。お、ボサノバと4ビートで作ってますね。ちょっと聞いてみよう。このこれかこっち、同じテンポなんだな。どうしよう、ボサにしようかな。ちょっと歌詞を出したいと思います。 You and the、これで出ないということはダメなのか。あれ、動かなくなってしまった。そっか、バッテリー切れかな。エルちゃんの顔が釣り上がった、目になった。あら、マイファニーバレンタインできます。あ、フォーギーデーできます。ジャズ曲がいっぱい来る。あら、もともとさんのあの書き物お仕事がなんかとどまってしまった時に私の歌を聴きに来てくれるの、ありがとう。ローズさん、いらっしゃい。なぬ、パソコン触ってて見逃してしまった。私も見逃しちゃった、わからなかった。一味さん、初見です、入ってきてくれてありがとう。猫様かわいい。これ私んちの猫がね、あのサバシロ柄なんです。サバトラと白のコンビでね、あのそういう同じ柄の猫ちゃんをね、おぼっとさんっていうアーティストの方に作っていただきました。ゆるちゃん、たまに的場浩二さんに見えるのは拙者だけ。的場浩二さん、そんな可愛らしい方でいらしたんですね。あら、あ、わかった、髪型がってことね。この虎柄が的場浩二さんのなんかあれでしょ、なんていうの、ああいうのヤンキーの人がいる頭に見えるってことですね。はい、今いただいているリクエスト、あなたと夜と音楽とをまずやろうと思ったんですが、ちょっと待って、そうだ、歌詞が出てこないと思ってたんだ。ちょっと待ってね。いや、ここではないんだね。 and the、 これだ。はい、それではお送りしたいと思います。ボサノババージョンでYou and the night and the music.
ボサノババージョンじゃないじゃんね。こっちです。違うところを歌ってしまった。やばい、集中力がない。ちょっと待っててくださいね。ちょっとこれは糖分を補給しないといけないかもしれない。ほんのちょっと待ってて。
失礼しました。何にもなくて、何にもなくて、あの災害時に食べる用の5年保証羊羹をとうとう開けてしまった。食べないで取っておこうと思ったのに。と思ったら今見たら消費期限2017年だって。嘘、やば。まあでも羊羹だから大丈夫かな。5年保証なのにもうやば、何年経ってる、やば。食べちゃったけど別に美味しかったですが、きっと大丈夫なんでしょう。腐ってたらね、ちょっと味がやばいでしょうからね。はい、ということで、あら、ゴザヒロさん、いらっしゃ、ゆるジャズさん、どうもです。かす、かつらぎ、あ、違う、かつらぎ、ラプソディ、ああ、すいません、その曲知りませんでした、ごめんなさい。あ、TKA さん、いらっしゃい、こんばんはです。来てくれてありがとう。そして皆さん、パチパチありがとう。こんばんは。今週はタイミングが合いませんでしたが、やっと来れました、ありがとうね。あ、お子様をお風呂に入れるまで聞かせてもらいますということで、どうもありがとう。なんかお忙しくね、お家のこととかお仕事とかね、されてる中に隙間隙間で来てくださる皆さん、ありがとう。ストップお願いします。あ、なるほど、リクエストのストップか。なるほど、ちょっと待ってください。だいぶ遡って読みます、ごめんなさい。あ、次チェリーブラッサムですね。 You and I and the music の次。そしてそうだな、ちょっと待ってね、マイファニーバレンタイン、アフォギデイ、千夏さんすいません、ありがとね。松田聖子さんのチェリーブロッサムお送りしたいと思います。ちょっと待ってね。ホテルカリフォルニアはね、ごめんなさい、ミニカさん、すいません、ちょっとそれはできません、すいません。前やろうとして全くわからないということがわかったので。そしてちょっとね、あの曲はあの私向けではないって思いました、ごめんね。ブラッサム、あ、チェリーブラッサム、もしかしてオケ、使えるオケがないかも。ちょっと書き方変えてみよう。チェリーました。エンタメライズさんが作ってくださっていました、チェリーブラッサム、失礼しました。何もかも新しい私、走り出した
てる。あなたとの約束が叶うのは明日。胸に抱いた愛の花、受け止めてくれるでしょう。自由な線、自由な色、描いてゆく二人で、何もかも目覚めてく新しい私。走り出した愛はただあなたへと続いてる。水平線沈むのよ。私は今愛のために激しい風吹かれて、何もかも目覚めてく私。走り出した船はただあなたへと続いてる。チェリーブロッサムお送りいたしました。あら、パチパチありがとう。ふん、ありがとう。なんか声に限界がと思いながら歌ってたけど、大丈夫でしたか？ドキドキ。あ、サリーさん来てる。いらっしゃい。2025年に買い直して、それ以降は霧のいい年に試食会を開いて買い直すとよろしいかも。あ、なるほどね。この羊羹の話ですね。ちょっともう一口食べてもいいですか？そっか、チェリーだから桜を出してくれたんだね。ありがとう。さくらんぼも出してくれてる。皆さんありがとう。コメント欄いっぱい。カバーで出すのは権利関係通さないとだから大変そう。気持ちはわかる。なんか YouTube にアップただするだけだったら大丈夫なんですね。で、聖子さんの曲で1曲だけこのアカウントでアップしてるのがあります。大滝栄一さんが作った若干マニア向けな聖子フリーク向けな曲なんですけど、いちご畑で捕まえてという曲をアップしていて、今日ね配信始める頭の方でちょっと作業がまだ終わってなくて、待っていただく間にね、ちょっとそれをかけさせてもらいました。あ、サリさんもチェリーブラッサもお好きだった。マサピーさん、聖子ちゃんより好きかも。ありがとう。
そしてね、なんかこのサバシロの YouTube 活動っていうのがなんかあのほとんどがっていうかほぼ 99% ですかね、それ以上、あ、やっぱ 100% ですね、すべてのコンテンツがカバーの曲をやるっていう、あのオリジナルがまあないために、あのまあ何人かあのノッチさんの曲とかはなんかノッチさんはなんかあの本当は権利をお持ちなんですけど、何か発表した段階ですでに著作権があの生じるっていうなんかね、あの決まりがあるので、すでにノッチさん持ってるけど私が歌うのに関してあのお好きにって言ってくださるんですね。でもあの何かレコーディングとかをして発表するときはちゃんとあの必要な措置を取ろうかなって思ってます。なんですけど、あの本当にもう 100% に近いぐらいカバーだから、このサバシロアカウントでいわゆるその広告費をもらうとか、それからあとこのアカウントで YouTube の中でメンバーシップを利用するとかね、そういうことが全然できないんですね。なんか YouTuber ってあの YouTube アカウントを作ってそういうことをするのがあのそもそもは目的でやる人が多いと思うんですけど、なんかこの私のアカウントはあのそもそもジャズシンガーってカバーをする、あのジャズって全部ねカバーですからね、まあ多少オリジナルは作る人もいるかもしれないけど本当に多少っていう感じで、なのでね、なんかなんて言うんでしょうかね、最初からそのあまり著作権のことをなんて言うの、それで広告収入を得ようとかっていうわけではないから、あの逆にあの気楽にどんどん出せるっていうのがあるんですね。その YouTube さんが包括でなんかその権利問題に関してあの処理されてるっていう部分があるので、だから私が何かを受け取るというのでなければあの出してもいいっていうことで、こうやって歌ったりとかしていますね。ただその歌うにあたってバッキングを作った人の、あの権利がまたあるので、あの許可が得られる、あるいはどうぞ使ってねって書いてあるあののに関しては使えるみたいな感じになってますね。あー、なるほど。法律上5年までしか保証しちゃいけないだけなんだね。うん、酸っぱくなければ大丈夫。うん、甘かった。羊羹は硬くなります。柔らかかった。じゃあまだ全然大丈夫ってことだ。葛飾です。あ、さっきのやつ葛飾。あ、どっちにしてもわからないごめんなさい。ゆるジャズさんどうもです。そっかそっか、これが葛飾ラプソディ歌ってくださいが、ごめんなさい、知らない曲だった。あ、ここでサリさんが来てくれた。ここで TK さん来てくれた。そう、カリフォルニア、ホテルカリフォルニアができないので、これも却下となります。で、今書いてあるのが My Favorite Things、 これはね、すぐできますよ。 My Favorite Things は鷲尾幸太さん。素敵なギターでお送りしたいと思います。Raindrops and roses and whiskers and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, they there offer up my favorite things.
colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, while geese fly with the moon on their wings. They never fill up my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white 20 that melt into springs. They never fill up my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. I don't feel so bad. Sashes, snowflakes that stay on my nose and lashes, silver white 20 that melt into springs. They there fill up my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad.塩浩太さんの素敵な演奏で聴いていただきました。明日実はね、明日お会いするんですよ。明日昼間のお仕事でね、だから昼間和塩さんとやった後に夜配信します。そしてめちゃくちゃ うちから遠くてちょっと大変なんですけど、頑張って明日行ってまいります。残り2曲あたりで再開しますか。それくらいから多分じゃあ大丈夫そう。ああ、ありがとうございます。うん、もう少しだけお待ちいただこうかな。初めて自分で買った LP がサウンドオフミュージック。おー、でもそういう方いっぱいいるかもしれないね。なんか、やっぱサントラといえば、映画のサントラといえばやっぱりサウンドオフミュージック。あるいは、Singing in the Rain。っていう人が世界中にたくさんいるんじゃないかな。そして天国に一番近い島どうしよう。美奈子さんいらっしゃいませ。こんばんは。嘘、あと少しで3000人なの？すごっ。マジかい。あと60人。え、じゃあ今日耐久やってもいいくらいだね。あ、でもちょっと体力的に無理ですね。明日大事な仕事だから耐久とかはやめてよか。BGM がついていない。そうそう、非常食定期的に入れ替えるっていうつもりでいろいろ買ってるんですけど、だいたいそれこそなんかカップラーメンとか買うとすぐ食べちゃってすぐなくなっちゃうんですよね。ローリングになってないじゃんみたいな。あると食べちゃうからね、なくなっちゃう。でそれと反対にね、羊羹は全然開けないから全く食べないので、もうなんかえらい時間経っちゃうんですよね。ねえ、すごいね。もう記念配信もしないとですね。なんか
あの記念配信とかあのやったら皆さんあの楽しいかな。そういうのね、私今までやったことないんですよね。でも皆さんがこう楽しくなるような何かをちょっと考えようかなって、実はね、あのどうしようかなって思ってはいたんだ。聖子ちゃんの曲合ってるねって言っていただけてとても光栄です。子供の頃から増田聖子さんが大好きだった。私すごいいろいろ見落としてるね、きっとね。もう一回下に動こう。なんか私お名前呼べてなかったり、あの見落としてたりとかして失礼があったらすいません。皆さん体験はダメですよ、何度大事にしましょう。そうだね、そうでした。ありがとう。龍角さん、いただきます。ということで次に、あの歌はないかもしれないけど、ちょっと天国に一番近い島のバッキングがあったら流してみましょうか。とここで、じゃああれだ、チャレンジコーナー参ります。ででん、はい、チャレンジコーナー、レパートリーの他の曲にチャレンジをします。1日1曲だけトライ、そしてもし成功した場合はアーカイブに残ります。失敗した場合は削除します。しかし削除するっていうのがね、1日ぐらいまずできないっていうのと、そして削除が OK っていうふうに YouTube がなっても、編集ですね、編集作業ができるってなってもなんかね、私のタイミングが合わなくてできなくて、結局忘れちゃってそのまま残すっていうことがあのちょいちょいあるかもしれません。そして皆さんにここでお知らせしたいことがあるんですけど、あの日本の曲はこのような曲ができるよっていうあの曲名をね書いてあるところがあるんですね。あの私のこの配信の概要欄にあのもう直接貼ってますテキスト、それを見ていただいてお好きな曲があったらぜひ書いていただけると嬉しいなと思います。そこに書いてあるものはバッキングがあるとか、それから私も歌えるってね、あのちゃんと確認取れてるものとなっております。天国に一番近い炒めライズさんがお作りになっている。よし、ちょっとかけてみましょう。歌わないかもしれません。イントロからですね、A メロに入るに至るまで分かりませんでした。すいません。チャレンジできなかった。チャレンジコーナー取り下げます。ピッ。ということで、エンタメライズさん、失礼いたしました。では、次の曲に移りたいと思います。ともよちゃんって言ってくれてるのに、あっという間に終わってごめんなさい。ごめんなさい。あ、米津玄師さんは、ごめんなさい。
できません。チャレンジコーナー楽しみ、申し訳ございません。そうなん、無理ゲーコーナーなんです。ガラスの入浴が、ガラスの入浴って本当はそういう曲あるのかな。ガラスのリンゴなら歌えるよ。ガラスの入浴ってどなたが書いてくださったんでしたっけ。そしてその方まだいらっしゃるんだろうか。その後のマイファニーバレンタインとアフォーギーデイは大丈夫です。まさぴーさん、どうしても米津玄師のレモンが聞きたいんだね。あの、さだまさしのレモンなら歌います。もしかしたらいらっしゃらないかもしれない、ね、ちょっとガラスの入浴がね、ちょっとわからないので、ちょっとこれも飛ばしますね、ごめんなさい。マイファニーバレンタインを歌わせていただきますね。あ、わかった、ガラスのニューヨークか。なんかそれ聞いたことあるな。ガラスのニューヨークっていう曲がある気がする。あら、黒豚さん、さだまさしさん好き？さだまさし、レモン懐かしい。お、知ってる人がちょいちょいいらっしゃる。あ、千夏さん来た時にすでに入ってたので、そっかそっか。多分ね、今いらっしゃらないんじゃないかと。ガラスのニューヨークって書いた方が今いらっしゃらないような気がする。そしてどっちにしてもその曲がわからないので却下です、ごめんなさい。申し訳ありません。じゃあマイファニーバレンタインいきますね。あの、あんこの効果でなんとなく頭が働き出したような気がする。なんとなくだけど、あ、そうでもないな、そうでもないな。My funny バレンタインお送りしたいと思います。Each day is
ごめんね、カラスのニューヨークね、ちょっとできなかったですね。同じあのビリー・ジョイルさんのニューヨーク・ステイト・オブ・マインドだったらやってるんですけど、ごめんなさい。あとオーネスティとかもねやってますね。あとジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アーとかもやってますね。皆さん本当に紳士淑女、本当に皆さん超優しいよね。ありがとうね。そうなの、本当に優しい人ばっかり来てくれる。黒猫さんがありがとう。でも今大丈夫かな。I'll never smile again. やりましょう。ローズさんの煙が目にしみるをやって、それから I'll never smile again ですね。その前に、A foggy day。おお、カラオケ行くとマホロバとか。周知会っていう曲があるんですね。歌ってらっしゃる。かかし。お、この和子さんはこれ赤ハートつけてるから、レモン歌ってっていうことかな。じゃあレモンやりましょうか。ね。そしたら。あれだね、アフォギーデイの次がレモンになるかな。あ、でもバッキングがあるかちょっとわからないですね。お、It had to be you。 いい曲言ってくれたね。あれはリクエストだよっていう意味でつけたんかな。
レモンをね、ハートで挟んでくれてたの。私もね、さだまさしさんね、好きなんですよ。でもそんなに詳しいわけじゃないんですけど、なんかレモンとか入ってた昔のアルバムをね、なんか昔聞いてましたね。リリ計画さんもさだまさしさんよく知っている世代かな。きっとさましろさんお人柄から素敵なリスナーさんが集まりやすいんでしょう。ありがとう。でも多分ね、なんかもともといてくださった方が優しかったり、あとモデレーターの方が私をなんか知らぬ間にいろいろと守ってくださる機能があるんですね。そのおかげでね、もしかしたらね、優しい方だけが残るっていう風になるのかもしれません。でも本当は配信をしている本人がこの配信をこうどうクリエイトしていくか、どういうふうに管理していくかっていうことがね、いろいろできるといいんですけど、なんかいろいろできないやつが配信をしているところを持ってきて、すごい優しい、いろいろしてくれる方がいつも助けてくださるから、なんかもうひたすら助けてもらってるっていう、そのおかげで、だから多分モデレーターさんと、それからいつも言ってくださる方がなんとなく雰囲気を作ってくれるというか、なんだろう、うまいことやっぱり作ってくださってることは実際ある気がするな。もう少し若い小室ビジュアル系世代。なるほど。 TM ネットワークさんとかで昔聞いてましたね。なんかあれですね、これだけいろんな世代の方がいらっしゃると、今皆さんおいくつぐらいなんだろうっていうのを、すごくわかる方とわからない方がいらっしゃるんですけど、もしかしたらビジュアル系世代の方は私の配信ではすごく若い方の方かもしれない。お、キットキャットさんこんばんは。お花見行ってきたの。酔ってる、すでに。そばしらの歌声、さらに心地よく酔います。ゆったり聞いてって。美人ぞろい、イエー。Wi-Fi の調子が悪い。あら、ミニカさん、かしこまりです。アーカイブ、よかったらね、楽しんでください。キュートにお願いします。It had to be you だね。かしこまりました。では、ネクストソング、A Foggy Day をやりますよ。この曲はバッキングを作ってあったはず。Foggy Day、あ、かもしれないな。ちょっと待って。そうですね。そして歌詞、Foggy Day。 はい、それではお送りしたいと思います。Yep.
And the sun was shining everywhereFoggy day in London town Help me low, help me down Love you the morning With much alarm British Museum had lost their charm頭に戻しちゃった。 A foggy day in London town これに次のコーラスあるのかなどうなのかなって確認したくってファイルを全画面表示にするためのタッチをしたつもりだったのだが頭に戻るところを触ってしまったということで、あ、foggy day お送りしました。本当はね、素晴らしいバースがくっついてるんですが、バースのバッキングが作れなかったので、コーラスだけを歌いました。うん。登録者数見て、酔いが覚めた !2940人あと60人です。あと3日ぐらいやったら、あれですね、もしかしたら行くかもわかりません。あらら安定のサバシロ花見でいっぱいって花札みたい。千夏さんのあのなんかおっしゃることとかいろいろなんかこうとってもね文化を感じるね。あとツイッターとかね、いつも着物をあげてくれたり、あと今日これ作ったってご飯あげてくれたり。花見でいっぱいびっくりマークハート酒だから、もしかしたら酒っていう曲をリクエストしてないですよね大丈夫ですよね皆さん盛り上がってる。なんでますか。私も飲もう。私は今日は紅茶を飲んでますよ。だけど紅茶これなくなっちゃうな。うん、紅茶がなくなったから青汁を開ける。同節64人まで行ったの、すごっ。皆さん、今聞いていてくださる皆さん、ありがとう。 Please subscribe and push the good button. Please. お、今58だよ。すごっ。皆さん、たくさん来てくれてありがとう。もし、よかったら。チャンネル登録してください。そして、なんか楽しかったら、グッドボタンも押してくれると嬉しいです。みんな酒飲んでるね。私もそろそろ飲もうかな。ジャリンコ知恵が浮かぶ。そうなん、黒猫さん、もし千夏さんに会ったら好きになっちゃうかもしれない。サバシロはね、お酒が飲めないんでございます。そしてね、
炭酸も飲めないんでございます。あと冷たいものも飲めません。常温かホット。サバシロはね、すごく腸が弱いんです。しょっちゅうお腹を壊してますね。でもあれなんです、あら、サバシロさんたら、それはもしかしてストレスとかなの、大丈夫ですかとか心配されちゃうかもしれないけど、そういうわけではなくて、赤ん坊の頃からお腹が弱いあの子だったそうですね。煙がね、目にしみる。スモークゲッツインヨアアイズ。あ、そうだ、この曲もずいぶん前に録音作ってどっかにあったな。なんか私、サバシロコンテンツで一つ絶対作りたいと思ってるのがあって、バラードを山ほど歌ってですね、それをつなげてなんか1時間とか2時間の動画にして、それをなんかあのループで24時間配信にしたい。全部カバーなのであのそこから広告収入とかは得ないですが、それを聞いてあの眠ろうとか勉強しようっていう人がいて、そしてあわよくばチャンネル登録してくれたらいいなと思って。何しろあのね、まあ寝たりとかするためのコンテンツだから、全然知らなくてもいいわけですよね。あのこの曲は誰も知らないよねみたいなのも、自分好きだから歌っちゃうよっていう感じで、多分半分以上誰も知らんかもみたいなのをね、歌いつつ、ところどころみんなも知ってる名曲みたいのも入れて、そんなお休みコンテンツをね、作りたいなって思ってます。完全に川崎水の真似、川崎水さんの真似なんですけど、川崎水さんはあの音楽ではなくて朗読をしていらして、そ の, あのなんか朗読のネタは何か、あの使ってもいい何かが、ね、あるんだと思うんですけど、小説ですね、小説 の, あの本当に淡々と静かにあの心地よい声色のままずっと読まれるっていう感じで、その朗読を24時間ループで配信されてます。なんか私そういうコンテンツをただアップしておけばいいと思ってたんですけど、あの生配信という形で無人配信っていうあの概念がねあるんですよね。それはなんかあのなるほど素晴らしいっていい考えだって思いました。あれちょっと待って、何やってんだ私、ちょっと待ってくださいね。全然違うものを探してたよ私。なんでこれ探してたんだ。喋ってるうちに何か記憶が入れ替わっちゃったんですね、きっとね。え、本当は何探そうとしてたんだっけな。アーフォーギーデイ歌ったから、煙が目にしみるだ。もうバカバカバカ。スモークゲッツ、スモークゲッツ、いや早く AI アシスタントさんできないかな、AI さんが私のパソコンの中からベストのファイルを探してきてパッと出してくれる。今日はちょっと 目の調子悪そうだから大きくしてあげましょうとかね。はい、サバシロ様、この曲は歌えそうで実は歌詞忘れがちですね。大丈夫です、こちらが歌詞です、早くそんな AI できないかな。
Smoke Gets in Your Eyes ありました。はい、この曲も歌えそうで歌えない曲なので歌詞を出したいと思います。 Smoke、 それなんで Smoke って出て、 Smoke Gets 以外に Smoke 出るやつないのに、なんで Smoke って書いてパッと出てこないんだ。綴りが間違ってるわけでもない、カット。すいません、歌うって言ってからなかなか歌わなくてごめんなさい。はい、できました。それではお送りしたいと思います。 Smoke Gets in Your Eyes、 煙が目にしみる。
チパチありがとう。なんだなんだ、もうちょっと遡ってみよう。ちょっと すごい遡ってあのコメント欄見させていただきますね。あ、次が I'll never smile again。 新しくいらした方を見逃してるかなと思って、そうそう、ニューヨークを、ニューヨークっていうのはあのわざと言うっていうのはありますね、冗談でね。そんな前読んでるんかいって感じでしょ。皆さんありがとう、めっちゃいっぱい書いてくれてる。次、その次が It had to be you。 あ、そうだ、さだまさしさんどうするんだっけな、忘れてた。その後にもしなかったら、皆さん乾杯してる。バースって何ですか、からくりさん。バースってね、あの G はね、こういう風に書くんです。バース、あ、違うかな、間違ってるかな、ちょっと確認していいかな。なんかね、ジャズ、歌物のジャズの場合はこういう意味で使うっていうことなんですけど、バースってね、verse ですね、あの B じゃなくて、バーじゃなくて ver ですね。なんかみんなが知ってるあのメロディーの部分をコーラスって呼ぶんですね。その場合はコーラスの前になんか、だいたい冒頭1回だけやる、あのそこへ戻らないっていう感じで、コーラスは何回も戻るんだけど、バースは頭に1回だけやる、なんか前奏部分みたいなのがあるんですね。で、まあ、よくある形式としてバース、あのバースのところをあのなんか例えばコーラスとは違うリズム、あるいはあのテンポなく、そのフリーリーになんか時間を自由にこう扱っていい感じで、なんかそういう歌い方をあのなんていうのかな、ルバート奏法とか言ったりするんですけど、インテンポじゃない感じ。もしクラシックの場合はなんかそういうふうにフリーリーにやってしまうのはカデンツァって言ったりするんですけど、まあ、カデンツァの方はメロディーも決まってないみたいな、好きにやったりとかするかもしれないけど、なんかとにかくコーラスの前にあれですね、皆さんがあの普通はコーラスの前イントロじゃないですか。イントロじゃなくてバースっていうのにメロディーと歌詞がついていて、そこから歌い始めて、そのままコーラスに入っていく、みんなが知ってるメロディーのところに行くみたいな感じなんですね。バースってなんか別の音楽ジャンルでは別の意味で使ったりとかするので、私が知ってるあのジャズシンガーの人が使うバースに関してはそんな感じですね。あら、今日5時多いから皆さん楽しく酔えてるんだなって思ってます。平和でよき。そっか、みんな酔っ払ってんだったら私もいろいろ間違えてていいか。皆さんが全然酔っ払ってなくても、私が間違えても誰も怒ったりしないけどね。皆さんいつも温かく受け入れてくださってますよね。ありがとうございます。8夏ありがとう。 I'll never smile again の次が It had to be you。 キュートにありがとう、ちゃんとこれ書いてくれてる、キュートにありがとう。なんだなんだ、冒険者たちのバラード、ガンバの大冒険のエンディング、もしかしたらワンチャン知ってるかもしれないな、それ。ガンバの大冒険見てたな私。ビビデバビデブーが原曲です。
チャラララダダルラダダビビデバビデブーですね。なんだなんだ、バラードもリクエストしないとですね。うん、バラードも大好き。酒が飲める曲とビビデバビデブーが混ざる。あー、意味が分かった。その通りですね。うん、原曲だからか。猫なので温めのお茶かコーヒーペロペロ。井上さんお疲れ様でございます。サクさんいらっしゃい、こんばんは。今頃気がつきました。サクさんすいません、コメント欄がまともに読めない猫でございます。呆れていっちゃったかな。よかったら一曲聴いてってということで歌いたいと思います。はい、ここでですね、いつもよくしていただいている鹿之助さん、鹿之助さんのボーカルとギターをねちょっといただいております。そこへ私の歌も足してコラボとしてねちょっとお聴きいただこうかなと思います。昔ね、フランク・シナトラが若い頃に甘やかにね、この切ないラブソングを歌っていましたね。ここではない。とするならばこっちか。はい、ありました。フランク・シナトラの初めてのヒットソングだそうでございます。あの、メジャー楽団に移ってからの初めてのヒットソング。それではお送りしたいと思います。I'll never smile again. I'll never smile again until I smile at you. Until I smile at you.I'll never laugh again. What good would it do? For tears would fill my eyes. My heart would realize that
シロが今歌ってコラボいたしました。 I'll never smile again お送りしました。めっちゃこの曲大好き。そして鹿之助さんね、歌もギターも素敵ですよね。いやなんかこの間セッションやったのにこの曲やんなかったなやればよかったなブラビッシマン、 ありがとう、かっこいいデュオ、ありがとう。神曲だよね。皆さん、パチパチキラキラありがとうございます。そして、ダーンさん、お疲れ様。お疲れ、来てくれてありがとう。ダーンさん、チーパパ。ダウンさんってなんか名前とこのワンコちゃんのお顔からパパなんだかママなんだかわかんないよね。なんか私はダウンさんお会いしたから知ってるんだけどきっと皆さんがリアルダウンさん見たらですね、この今そう皆さんが想像している人物どのようなイメージかね、それぞれかもしれないけどきっと全然違うと思います。ダウンさんは渋い背の高い方だよ、渋い男性。皆さんダウンさんお帰りなさいってみんな言ってくれてる。冒険者たちのバラードを確実に知ってるかっていうと微妙なんですけど、そのアニメ見てたからもしかしたらああはいはいはいってなる可能性はありますね。あら、エインさん、あなた最高、ありがとう。なんだなんだ、サバシロちゃんはっちゃけて、ローズさん。なんだなんだなんだ、なんだっけ、なんだっけ。あ、そうそう、アーカイブ残るからね、はっちゃけすぎないようにね。それでポジティブシンキング、なるほど。もういつもいい加減なことばっかりしていて、にゃんことギター侍のコラボ、そうなんです。鹿之助さんっていう名前でピンとくる方は歴史がお詳しい方。お、生麺さん、やば、 iPad やば、ちょっとすいません、ちょっとコンセント付け替えをします。 iPad が今にも死んじゃいそう。あはい、みんなが酒飲んでる間にサバシロ環境を環境を直しました。あ、ピヨットさんが起きてきた。いよいよ朝になりましたか。あなた、寝れたの？2時間くらいしか寝てないんじゃないの？大丈夫ですか？ピヨットさん、Good morning。
Only You 歌えるかも。It had to be you をキュートに歌いたまえというご指示がありました。なんか私いらしてくれたことがまだ気がついてないようなお方、失礼してたら許してね、許してね。なんかね、字をね見てもね、脳が反応しない時がよくあるんです。そしてそもそもちゃんと見れてない可能性もありますね。ということで It had to be you、 あなたでなくちゃダメなんすよっていう曲。この曲は恋人たちの予感という、これまたね本当に映画なんですけど、サウンドトラック最高すぎます、好きすぎますっていうやつなんですよね。そして多分恋人たちの予感のサウンドトラックは激売れしたことでしょう。昔はハリー・コニック・ジュニアさんがね、若かりし頃はもう本当にスーパーアイドルだったんです、ジャズ界の。ピアノ弾きで歌って、ピアノも歌も素晴らしいんですけど、そしてね、その映画丸々彼がまあプロデュースというか自分も演奏し、そしてビッグバンドのアレンジもして、めちゃくちゃかっこいいんですけど、なんとそのアルバムになんとカーメン・マクレイさん、晩年のカーメン・マクレイさんも参加しているという超豪華アルバムの中で主題歌として使われ、インストとしても使われ、とても素晴らしかった It had to be you という曲をお送りしたいと思います。喋りながら探すと出てこない、Had to be you お送りします。It had to be you.
I wandered around, I finally found somebody who could make me be blue, could make me be true. I'd even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen might never be me, might never think gross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else give me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you, wonderful you. It had to be you, wonderful you. Had to be you. It had to be you. お送りしました。BGM がすごくちっちゃくなってしまったな。電池はあるっぽいのだが、よし、皆さんパチパチキラキラありがとう。そして生めんさん帰ってきてくださったと思ったら、もうありがとう。お待たせしちゃったかしら。待ってた。帰ってきてくれてありがとう。そしてなんか私がオンリーユー歌うよって言って、ボーイのオンリーユーだったらダウンさんがひっくり返っちゃうだろうなっていうのを考えたらですね、面白くなっちゃいましたね。ボーイさんにオンリーユーっていう曲があるような、なんとなく、なんとなく記憶がありますよ。オンリーユー、ボーイかな、コンプレックスかな、なんかどっちにしても布袋さん的な何かが出てくるような気がします。よくは分かってない。そばしろクオリティ多めで嬉しい、マジかい。リックさんなかなかの強者になってきてしまいましたね。ピヨントさん、はい、ちょっと大丈夫ですか。本当にちゃんと眠れているのかなっていうか、寝てなくない。大丈夫かな。 Are you OK? あまこの化身、化身、あ、わかった、あれのことですね。鹿之助さんの話、ラウンドミッドナイト神曲だなんだな。ラウンドミッドナイトは名曲ですね。皆さんがお酒飲んでる。ネクストソング、ダメだ、頭が全く働かない。やば、閉まってるからだ。開けないとね、二酸化炭素充満しちゃうからね。お、ケイさんじゃないですか。こんばんは。ケイさんが、あれ、なんだっけ、私も見ていたアニメの曲を歌っててびっくりしましたよ。っていうか、ツイッターで見て、マジかいと思ってね、ワクワクでしたよ。ケイさん、ね、今日の、朝、土曜日の朝11時、今日は15分からでしたけどね、11時かあるいは15分から定期配信をやっている素敵な歌姫のケンさん登場してくれました。来てくれてありがとう。それでは何だっけな、今リクエストなんか忘れてる気がする。そうそうそう、
なんだっけ、あのまたあのアニメの曲ダメだ、タイトルが出てこない。そうそう、生麺さんがそういえばあのリクエストされてたなって思って、あ、ケイさんが歌えるからよかったって思ったんです。あのケイさんのマネージャーをずっとやられてたニャオさんっていうね、とっても素敵な方が、あの映画のねファンでいらして、で、随分前にね、リクエストされて、ケイさんはね、なんか、歌うようになられましたね。ね、フリーレンを見てました。それから、あの、なんだっけ、私も、もう、あの、映画、また、なんだっけ、名前出てこない。あ、そうそう、ヴァイオレット・エヴァーガーデンという、それもね、見ました。あの、一番最初のやつだけ見ました。あ、オンリーユー、そうでした、失礼しました。オーバージョイド、かしこまり、オンリーユーとオーバージョイドね。ガンバの大冒険はですね、バッキングがないんじゃないかなあ、そうそう、フリーレンの方、フリーレン見てました。なんか終わっちゃって寂しい、フリーレン。 RNG のぶさん、いらっしゃい、初見です、頑張ってください、ありがとう、入ってきてくれて、あの初めて入ってきてくれて、いきなりすごく私を励ましてくださる、のぶさん、あなた素敵な方、ありがとう。そうそう、素晴らしかった。そしてあの早々のフリーレンと、あの薬屋の、なんとかの薬屋の曲を、これからどちらかを仕上げますっていうことでね、なんかの枠の中でアンケートを取って、で、フリーレンになるかなって思ってたんですけど、ならなかった。お、進んだよ、2950人。さっきね、何人だろうねっていう話、あの今何人ですよって話してた時40だったんだよ。その後10人増えました。あと50人で3000人だよ、イエーイ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 。今日で10人増えたと。うん、実はね、今日最初始まった時ね、2920だったんです。だから50人だとしたら30人増えました。すごっ。でも一人も増えないっていう時もあるんです、その時によるんです。30人の時もあれば、20人の時もあれば、0人の時もあります。3時間配信したところで0っていうこともあるんですよ、皆さん。この縦型配信がね、うまくいく時といかない時とね、よくわからないんですよね。でも一応なんかあのショートフィードから人が来ているっていうデータがあるので、そっか、来てはいるけれども特に気に入らなかったっていう方もね、いっぱいいるってことですね。とにかく毎日3時間配信をするという方法でここまで頑張ってまいりました。うん、すごい偉かった。2曲も同時にギリギリで覚えてね、歌ってすごい偉い、ちゃんと歌えてて。初めて共有から Facebook に貼ってみた。なんと、ありがとうございます。こう買ったら嬉しいな、ありがとう、なまめんさん。でも Twitter にめっちゃいつも素敵に書いてくれるだけでめちゃくちゃ嬉しい。きっとね、すごい効果があると思います。いつも本当にありがとう。はい、オンリーユーじゃなくて、ね、シンシアリーもね、そうそう、あれ素敵だなって思ってたんですよ。でも全然歌えません。そしてあの映画の続編もね、見ようって思ってたんですけど、そのまま忘れてしまった。
最初がオンリーユーですね。うん。そして次がオーバージョイド。毎日の喉ケアはどうしてるんですか？浜道さんいらっしゃい。来てくれてありがとうございます。あのね、喉が全然調子悪くないって思ってる時はぶっちゃけ何にもしてないんですけど、ちょっとでも今日喉が疲労状況だなって思ったら、うちでもマスク、そして喋らないっていう感じですね。そしてなんかなるべく水分をちょいちょい取るっていう感じですかね。乾燥しちゃうのが良くないんですね。そしてなんかコソコソ声みたいなウィスパーボイスを絶対にしないっていうのもとても大事ですね。あ、そうだ、 K さんはね、 K ドットさんはそれこそプロのそのトレーナーをやってらっしゃるんですね。もともと東京芸大で声楽をやられてた方なんですね。で、今はそのいろんなジャンルの歌を歌ってらっしゃるんですけど、もともとはその声楽出身だから、もっと本当に専門的ないろんなことを筋肉についてとかね、あとケアのこと、いろんなこと知ってると思います。そうそう、ウィスパーボイスはね、良くないんですよ。あと、なんか私は勝手に思ってるんですけど、日本語で喋るっていうことが喉に負担がそもそもある気がする。だからなんかウィスパーボイスをしてしまうくらいなら、普通にきっちりちゃんと声帯を使って喋るっていうのをした方がいいなって思いますね。私このガっていうのがさ、いまだにさ、小文字じゃなくて半角できないんですよね。半角したいのに、水様の枠でね、なんかね、ガって書きたいときに、ああ半角がないって毎回思ってるんですよ。なんで半角じゃなきゃいけないんだ？ケイは単なる歌う樹木です。そうでした、樹木でした。さあ、それではオンリーユーは、私はねバッキング作ってなかった気がするので、ちょっとインターネット上から探そうかと思います。オンリーユーを歌った、ボーイじゃないですよ、なんだっけ、ライチャスブラザーズじゃなくて、あ、なんだっけな、オンリーユーの人なんだっけな、オンリーユー、じゃらららららら、なんだっけ、あの人たち、黒人のドゥーアップグループ、コーラスグループですね、なんですけど、実はスモークゲッツインユアアイズもその人たちも歌ってて、今やそっちの方が有名になってしまったからジャズスタンダードだっていうことを知らない人もいっぱいいますよね。なんかそういうのって結構あるんですよね。なんかジョージア・オン・マイ・マインドもレイ・チャールズさんが歌って、もう世界的なすごいヒットになったから、そもそもジャズスタンダードだったって知ると、そうなんすかっていう反応が来てしまったりする。ああ、モーニング娘。にもありましたね、オンリーユー。いや、いろんなアーティストが歌ってるんでしょうね、きっとね。オンリーユーっていうタイトルで、あ、プラターズ、そうだ、ザ・プラターズ。オンリーユーっていうタイトルでいろんなアーティストがいろんな曲をきっと作ってるかな。はい、プラターズバージョンで私超大丈夫かな。あ、でも多分プラターズさんの一番テナーの人がすごい高いかもしれないから、私がちょうどいいかもしれない。ズームカラオケさんからお借りします。Only you
darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love for only you. Only you can make this change in me, for it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only you. しました。あ、カードさん来てくれた。こういう方だけして落ちます。おやすみなさい。今日もね、お立ち寄りくださってありがとうございます。ちょっと戻りますよ。あら、ありがとう、ローズさん、サバシロちゃん、お上手だから目に留まるのよ。ありがとうございます。サバシロさんのお歌気持ちよいのです。ケイさんありがとう。いや、歌姫のケイさんにそう言っていただけると本当にありがたい。あら、生麺さんと浜光さん、今までつながってたかと思ってた。だって毎日会ってるでしょ。毎日会ってるよね。でも昨日はきっとお会いできなかったんでしょうね。いや、毎日会ってるよね。嬉しいな、嬉しいな。私も嬉しいな、嬉しいな。今夜もお約束のヌルポ。いいんだ、枠主は反格ができなくてもいいんだ。誰かが書いてくれるから。ごって言ってる人がいる。あー、5時間しゃべりっぱなし、やばいね、それすごい偉いですね。そっか、千夏さんはそういうお仕事なさってるんだね。すごい、いつもお疲れ様です。そしてね、外でしっかり働いてきて、そしてお家帰ってきたらご飯も作って、そしてこうやってサバシロのお手伝いもしてくれてる。すごい、ありがとう。ボボボボボボボ、ジャンプだね、それ。サバさん、キュートには、キュートじゃなかったか。It had to be you。 サバシロ的にはですね、
この辺キュート的に受け取ってもらえるかなみたいな部分をちょっと作ってみましたが、ちょっと皆さん的にはキュートじゃなかった。ぼちぼちリクエスト止めてよいかもしれないですね。あ、もしかして時間、あ、もう9時51分。そうですね、そうですね。あ、あら、エイントのマウンテンハイイナフ、まだ歌ってない。桜木町さん、かしこまりました。ポチポチ、ありがとう。今日たくさんギフトくだすって本当にありがとう。ちょっと待ってね。知っててもなかなかフォローは腰が引けるよ。されると嬉しいけど。なんかもうよく会ってるとなんか当然つながっているかのように感じてポチってするのを忘れてしまうとかあるかもしれない。なんだっけな、オーバージョイドでした。時間的にやばい、こんなのんびり読んでる場合じゃなかった、ごめんなさい。オーバージョイドをまず歌って、それからエイントのマウンテンハイナフを入れてからお休みの歌いきたいと思います。それで今日はおしまいです。皆さん今日もね、長い時間お付き合いくださってる皆さんありがとう。そしてね、ちょっとだけでもお忙しい中にお立ち寄りいただいた方はぜひぜひ、よかったらアーカイブが残りますので、ぜひ聞いてくださいね。でもね、いつも本当に来てくれてありがとう。新しい順にしてからの、スティービー・ワンダーソングの中から、オーバージョイド。All the time I've been building my castle of love.Just for two, though you never knew you were my reason. I've gone much too far for you now to say that I've got to throw my castle away. All the dreams I have picked.Out a perfect come true. Though you never knew it was of you, I've been dreaming. The sad man has come from too far away for you to say come.Back some other day. Though you don't believe that they do come true. For did my dreams come true when I look at you? And maybe to it you will believe. You too might be overjoyed, of a love, of the me.All the hearts I have painfully turned every stone just to find I have found what I've searched to discover. I've come much
too far for me not to find. The love that loves thou can never be mine. Though you don't believe that they do come true. For did my dreams come to an alley getting you? And maybe till you will believe, you too might be overjoyed, overloved, over me. And though they all say improbable, what do they know? For in romance, to love need is the chance. And maybe with a test you will find, you're too like out of a joy, of a love, over you. Overjoyed、 お送りいたしました。明日日曜日よ、サボシロちゃんお休みじゃないんですか。明日はね、明日は楽しいお仕事があるんです。めちゃくちゃ楽しいお仕事がありますよ。昼間、私の大好きなギタリストの鷲尾浩太さんと歌ってきます。ちょっと遠いところがたまに傷なんですが、楽しく歌ってまいります。そして夜は普通に7時から配信しますよ。皆さんパチパチありがとう。ダウさん、黒猫ちゃん、スーパーステッカーありがとう。皆さんね、今日はありがとう。あ、千夏さん、とんでもないです。もうなんかね、本当にお仕事して帰ってきたのに、いつもこうやって私の手伝いもしてくれて本当ありがとう。あら、 Wi-Fi が辛いんだね、ミニカさんね。またアーカイブ見てください。そして桜木町さんが言ってくれた Ain't no mountain high enough をてから最後にね、お休みの歌を歌いながら皆さんとお別れをしようと思います。それではマーヴィン・ゲイとタミー・ティレルのデュエットバージョンでね、お送りしたいと思います。本当はそれもカバーで、また別のアーティストがダンジョン・デュオで歌ってた曲なんですけど、マーヴィン・ゲイバージョンの方がね、有名になってしまいました。そしてなんとダイアナ・ロスが一人で歌うバージョンというのもあって、そちらはオリジナルに近いアレンジになってますね。ここじゃなかった、ちょっと待って、ここでした。お送りしたいと思います。ピアニストグッチーさんが作ってくれた素敵なバッキングをお送りします。 Listen baby, and a mountain high and a valley low and a river wide and a baby, if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far, don't worry baby, just call my name, I'll be thereYou don't have to worry, cause baby there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on I made a vowI'll be there when you want me somewhere, somehow. Cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley
from getting to you. Oh, no, darling. No wind, no rain. Oh, winter's cold. Can't stop my baby. Cause you are my girl. Even a trouble lover, they want a double. Just stand for me. Oh, babe, my love is alive and waiting in my heart. Although we are miles apart, if you ever need a helping hand, just as fast as I can, don't you know that there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. From getting to you. Egg no mountain high enough. お送りいたしました。トマシロが超大好きな曲です。リクエストありがとう。最近ね、この配信にのっち様すごい来てくださるんだよ。のっちさん、ご結婚されて赤ちゃんが生まれて、今1歳のお誕生日をね先月迎えました。でいつもね、赤ちゃんの寝かしつけが終わったよって言ってね来るんですよ。そしてね、昼間配信してる時は今一緒にいますっていう感じでね聞いてくださる。のっちさんのお坊ちゃまはワンノートサンバが大好きなんです。で、なんかぐずってたとしても、なんかサバシロのワンノートサンバを聞いてなんかニコニコになる、そんな素敵な赤ちゃんです。皆さんパチパチキラキラありがとう。最後にのっちさんのおやすみの歌を歌って皆さんとお別れしようと思います。よろしくお伝えください。かしこまり。元気だったよって言っとくね。あら、黒猫さん、やばいの？大丈夫かしら？飲みすぎた？大丈夫？皆さん、しっかり、大丈夫ですか？聞けば聞くほどすごい曲、本当だね。よくあんな、よくあんな曲作れるなって、まあ、どの曲もそうなんですけど、本当に天才だなって感じですね。終わり方もすげーって感じだし、どうなってこんな音楽ができるんだっていう。素敵な、私も大好きな曲ね、オーバージョイド。いつもリクエストくれてありがとう。皆さんとお別れだって寂しく思ってくれるなんて、ローズさん素敵。明日もきっとみんなと会えるに違いない。明日は今日と同じく19時から配信いたします。皆さんどうかよろしくね。それでは、おやすみの歌を歌いながら皆さんとお別れしようと思います。今日も一日お疲れ様です。
りすぎるあなたに、おやすみの歌を送ります。ぐーんと伸びて力を抜いて枕に預けて目を閉じよう。おへそに手を開けたなら素敵な夢を見られるでしょう。今日も一日よく頑張りました。明日は頑張りすぎないように、今日より素敵な日になるように。ぐーんと伸びて力を抜いて枕に預けて目を閉じよう。おへそに手を当てたなら素敵な夢を見られるでしょう。素敵な夢で会いましょう。おやすみなさい。皆さんありがとう。ねえ、ケイさんも歌ってくれたら素敵だね。タオさん、ちなつさん、お手伝いね、いつもしてくれてありがとうございます。そして皆さん、今日もそばしろの歌で楽しく過ごしてくれてありがとう。配信はこれにておしまいです。お酒はほどほどにね。明日も19時にお会いしましょう。おやすみなさい。またねー。